どうも、クリンさんです。今私はいるところはですね、羽田空港第一ターミナルの方に来ております。今回のね、動画の内容なんですけども、今回はね、ここ私が今いるところの羽田空港から最寄りのね、いいホテルですね、それをね、皆様にね、ご紹介しようと思ってます。それで私がね、なんでこう近郊のね、ホテルを紹介しようと思ってる理由なんですけども、ここのね、羽田空港の中にあるね、簡易型の宿泊施設、ファーストキャビンというね、ホテルがあるんですけども、ここのホテルの内容がですね、部屋がね、一つの空間の中に自分の寝る部屋がありまして、で、入り口がね、カーテンみたいな感じで降りるんですけども、完全ドアみたいな感じでね、密室型のタイプのホテルじゃないんですね。それと浴室、それとトイレ、これが共同になってまして、まあこういう部分がね、ちょっと嫌だなって思ってらっしゃる方もいらっしゃると思うんですね。私が泊まるんだったらね、ビジネスホテルみたいなね、密室型のホテルに泊まりたい、まあそんなね、お気持ちを持ってらっしゃる方もいると思うんですよ。なので今回はね、そんな思いをね、持ってる方にですね、近郊のね、いいホテルをね、皆さんにご紹介しようと思ってます。あとですね、もう1点あるんですけども、このファーストキャビンのね、金額が高いという点です。ファーストキャビンさんはですね、ビジネスクラスとファーストクラスという形で2種類ね、部屋があるんですけども、まずビジネスクラスはね、6,000円、それでファーストクラスは7,000円になります。これがね、簡易型の宿泊施設で、この金額だとちょっとね、高いなっていう、空港内にある施設なので、まあ金額はしょうがないかなと思うんですけども、ちょっとね、ネックな部分なんですよね。それではね、ホテルの方に向かいたいと思うんですけども、ここからね、京急線を使って10分ぐらい乗った駅ですね、そこからまあだいたい5分ぐらいですね、歩いたところにホテルがあります。それではね、ホテルの方に向かっていきましょう。はい、今私がいるところはですね、第一ターミナルの地下1階のところに来てるんですけども、目の前の看板、京急線と書いてますね。こちらの方からね、電車乗って向かいたいと思います。はい、目の前の画面なんですけども、今ね、この画面の左下、その部分赤くなってるところあるんですけども、そこが今私がいるところです。この赤いところから乗りまして、2つ目の駅、京急蒲田駅ですね、そちらの方に向かおうと思います。はい、京急蒲田駅の方に着きました。こちらね、東口になります。これからね、ホテルの方を向かうんですけども、この東口の方から降りましてね、ずっとこんな感じで、はい、上をちょっと歩いてきまして、で、こちらのね、道がずっとありますので、そちらの方にね、向かって歩いていこうと思います。こうやってね、改めて京急蒲田駅見てみますとね、ちっちゃい駅なんかなと思ったら、まあまあ結構大きいんですね。はい、で、こちらのね、ずっと上に沿ってこういう道ありますよね。こちらがね、羽田空港からずっと辿って京急蒲田駅、ここに着くような形になってるんですね。はい、それではホテルの方向かいましょう。はい、ホテルが近くなりましたのでね、まずはね、皆さんにホテルをね、ご紹介したいと思います。今回ね、宿泊するホテルはですね、こちらになります。はい、リリーフプレミアム羽田さんになります。こんなね、建物の形になってますね。意外と大きいね。それで先にね、金額の方を説明しますと、今回1泊2日で素泊まりで4074円になります。これがね、宿泊3日前にね、予約した時の金額になります。で、4日前ですとね、300円ぐらい安くて3700円ぐらいで泊まれたんですけどね、羽田空港のね、ファーストキャビンさんですとビジネスクラスですと6000円、こちらですと4074円で2000円ぐらい安いんですね。それではね、まずこのホテルの方をね、中に入ってどんな部屋なのかというところをね、紹介したいと思います。それではね、ホテルの方入っていきたいと思います。それではですね、お部屋の方をご紹介していこうと思います。私のお部屋ですね、
8階の811号室ですね、こちらのお部屋になります。それではね、お部屋入っていきましょう。まずはここに挿して貼り付けまして、まず入りますと右手側にね、鏡ですね。はい、こんな感じで鏡が設置されてます。で、その逆側ですね、逆側ね、ハンガーがかけるところがあって、はい、下にね、スリッパがありますね。はい、靴べらもありますね。はい、で、右手側に空気清浄機、そして右手側、こちら、はい、こちらは浴室ですね。はい、こんな感じになっております。綺麗ですね。はい、で、まずこちら側、こちら側ね、アメニティですね。はい、歯ブラシ、ひげ剃り、あとボディタオルですね。はい、あと体洗うやつですね。はい、あとコットンティッシュっていうんですか、はい、このようなものが、はい、入ってます。で、上にコンセントがあって、コップ、そしてこちらがハンド&フェイスソープですね。はい、で、こちらの方がですね、はい、行きますと一番上はですね、はい、シャンプーとコンディショナーですね。はい、下に行くとボディーソープがあります。シャンプー、コンディショナーと、あとボディーソープですね。これはね、初めて見ましたね。オーランジュロゼっていうものですね。初めて使うものなので、使ってみてどんな感じなのかね、後でね、説明しようと思います。それでこちらですね、シャワーヘッドですね。こちらがね、ここのホテルリリーフプレミアム羽田さんのね、人気であるミラブルですね。まるで美顔器なような、とてもね、特殊なヘッドですね。水がね、出るところはね、こんな形になってますね。使うのが楽しみです。そして左手側に鏡ですね。そしてまた左手側にこちらにフェイスタオルがありまして、上の方にはね、バスタオルがありますね。そしてこちらのおトイレの方なんですけども、おトイレはね、ウォシュレットタイプになってますね。そしてさらに奥側の方、こちらはね、はい、私が今回使うベッドになります。こちらはシングルルームになりますね。そしてまず左手側のこちらのテーブルの方ね、内線用の電話ですね。で、こちらにね、 USB ケーブルがあって、コンセントですね。そしてこちらにスポットライト、はい、あります。で、椅子があって、はい、あとこちらにはドライヤーですね。そしてこちらにね、ケーブルですね。はい、 USB 2.0 で、あと iPhone とかですね。はい、あとはね、USB の C、 はい、あとはまあこの形のケーブルですね。変換タイプですね。携帯充電したり、あとは電子タバコですね。はい、充電するにはこれあるとありがたいですね。はい、こんなのもね、置いてあります。あとは次、こちらですね。こちら開けてみますと、ポットですね。はい、これがありまして、上の段にはですね、カップですね。はい、グラスとカップが置いてあるような形ですね。そして右側、あ、こちらは冷蔵庫ですね。はい、よくあのビジネスホテルにあるような大きさの冷蔵庫ですね。そして次はですね、ベッドの方チェックしていきましょうか。まず上ですね、掛け布団、あ、かなりふわふわですね。はい、とても気持ちいいです。で、次は枕ですね。枕4つもあるよ、すごい。はい、枕ですね。あ、超ふわふわですよ。はい、気持ちいい。はい、いい枕ですね。はい、こんな枕になります。で、まず今度下ですね、こちらなんですけども、お、ちょっと柔らかめですね。はい、硬いかもしれないですけども、硬いよりですね。はい、そんな形です。グッと押すとね、結構へこみますので、一般的なね、ビジネスホテルのところと比べるとちょっと柔らかめなね、はい、感じですね。こっちは
そしてね、次左手側こちら行きますと、ティッシュがあって、テレビのリモコン、あと目覚まし時計、それとあと上に行きますとコンセントが左右で2個あって、その上はね USB ですね。はい、2個こちらにありますね。でこちら側にテレビですね。でテレビの下に行くと、こちらに金庫がありますね。それではね、こちらのね部屋の窓からの景色、8階なんですけども、どんな感じなのかね、ご紹介していこうと思います。はい、カーテンを開けますとね、外の景色はねこんな形になってます。はい、次はですね1階のフロント周りをねご紹介しようと思います。まずねこちらの左手側のここですね、ここがねホテルの入り口になってまして、この壁側のね向こう側、そちらがねフロントになっております。で手前にこちらにあるのがね朝食コーナーになりますね。こんな感じになってます。それで目の前にあるのがエレベーターになりますね。でこちら側、ここにねあるのがねウェルカムドリンクになりますね。それではこちらの方ご紹介していきましょう。はい、左手側の方がねカップですね。そしてこちらにティーパックですね、紅茶が、セイロン紅茶ですね、置いてあって、こちらに砂糖とねミルク、それでこちらにポットですね、お湯になります。でその右手側がねコーヒーになりまして、でまたさらにこの右手側、これはねリンゴとレモンが入ってるねフルーツウォーターになるんですかね。はい、こんな感じになってます。そしてねウェルカムドリンクがあるところの右手側にね、こちらにね電子レンジが2つ設置されてますね。はい、こちらのねエレベーターの右手側、こちらの方行きますとね、こちらにね洗濯機ですね。はい、全自動洗濯機がございまして、でこの右手側の方にね自動販売機、そして氷を作る水力機ですね。はい、これが置いてあります。今日はですね6月の12日になるんですけども、現在この朝食コーナーで朝食はねやっておりません。お客さんの方でね自由に使ってくださいというような形になってます。今後はですね朝食の方ですね復活させるような形をね今ね計画してるみたいなので、この動画がね掲載される頃にはもしかしたらね朝食復活してるかもしれません。それではね1階の方のご紹介はね以上となります。おはようございます。今朝の7時30分です。これからね、シャワー浴びましてチェックアウトしたいと思います。はい、チェックアウトねしてきました。外に出ましたらねちょっと2点ほどね皆様にお伝えしたいことがございます。まず1つ目なんですけども、喫煙所、タバコを吸われる方はですねホテル内はねタバコ吸えませんので、外にね喫煙所があります。喫煙所はですねこの正面玄関の向かい側、こちらですね、こちらに歩いていきますと、この壁側の裏側ですね、はい、こちらの方にね喫煙所がございます。これがまず1点目になります。でもう1点なんですけども、もう1点はこちらですね、ずっと行きますとこちらにね駐車場がございます。近くまで行ってみますと、はい、こちらですね、こちらに駐車場6台分ね置けるスペースがございます。これがね2点の皆様へのご連絡です。はい、これでね今回のホテルのご紹介は以上となります。冒頭の方でもねご説明しました通り、ファーストキャビンさん羽田空港内にある簡易施設はね6000円からの宿泊費用、それでこちらはね4074円ですので、まあ2000円ほどね安く泊まれる場所になります。まあ20分ぐらいのね時間でしたらね、羽田空港早朝の便でね利用する方はねこのぐらいのね移動時間でしたら、まあここはねいいホテルじゃないかなと思います。2000円安くてねこれだけ綺麗なねホテル泊まれますので、これはねいいホテルだなと思います。まあファーストキャビンさんみたいなですね簡易施設苦手な方はねこちらでね、宿泊してみるのもいいかと思います。それとこちらですねチェックインが15時、午後の3時からでして、チェックアウトがね午前11時までですね、結構遅いねチェックアウトができるホテル
となってます。今回の動画はね、参考になったと思いましたらグッドボタン、高評価ね、よろしくお願いいたします。それとチャンネル登録の方もですね、よろしくお願いいたします。それではね、次回の動画でお会いしましょう。それではまた、バイバーイ。